皆様こんばんは。4月の5日午後9時7分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍はたまた1000倍にですね、するようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、第1部の配信から約半日ほど経過いたしました。まず今日はですね、第2部、チャート分析、ビットコイン、そしてイーサリアム、そしてリップルですね、あとはステラ、IOST、エンジンコイン、そしてオーキッドですね。こちらを扱っていきたいと思います。OXT の方でございます。で、重要ニュースに関しては、エンジンコインね、ちょっと、振り返りのニュースがあります。そして、あとはね、こう、皆様に希望を与えるようなね、ちょっと面白い話がありますので、そちらね、まあ、参照して、まあ、楽しんでね、ご視聴なさってみてください。ということで、まずはビットコインの方、チャート分析いってみたいと思います。はい。ただいまの価格がですね、$57,800付近、日本円で言うと637、8万円でしょうか、を推移しているような形になっております。で、午前中とあまりね、こう、値動き、まあ、起こってはいないんですけれども、とにかくまだね、こう、あれですよ、上昇チャンネルの、いわゆるサポートライン上にね、今こうタッチしてきていると。で、まあ、4時間足レベルでいくとですね、この長期のね、移動平均線、まあまあ、そうですね、水平のサポートライン、$56,500あたりも、やっぱりこう、サポートとなってね、効いておりますので、この今、長期の移動平均線が、ちょっとこうね、意識されて支えに入っているのかなと。うん。で、やっぱりね、上抜いてほしいのは、とにかく$59,600。まあまあ、横を言うなら6万ドルですね。とにかくここを抜けていけば、何べんも申し上げますよ。7万から7万2000ドルを、もう目指してね、上にズン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 というね、上がっていく様相が見受けられるのかなという形がしております。うん。で、あとはやっぱりね、このアセンディングトライアングル、申し訳ございませんね、アセンディングトライアングルがですね、こう意識されていると、アセトラがですね。うん。で、まあその中にこう見ていただいたらね、逆三尊的なものもこう形成しておりますので、いいですか。ですから、やっぱり6万ドルっていうね、このまあネックラインでしょうかね、ここをきちんと上抜けすると、かなり強い上昇が待っているのかなと。この逆三尊もね、こう効いてきてバリンといくような形が見受けられるのかなという形がしております。うん。今ちょうどね、ちょっとずつまた上がってきております。5万8000ドル付近に差し掛かろうかなということで、このね、中期の移動平均線、黄色のラインですね、ちょっと薄いですか、大丈夫ですかね。この中期のね、移動平均線がとにかく今ちょっと頭を押さえつけられている状態になっておりますので、4時間足レベルでいくとですね。ですから、ここをガリッとね、上抜けしたら、その勢いのままちょっとこう行ってほしいかなと。次のトライあたりでは、やっぱりちょっと行ってほしいかなという形でございますね。ですから、やっぱりこう、どうです、アメリカの方がですね、もうそろそろ週明けの月曜日始まりますので、もしかしたら今夜ですよ、今夜大きく動く可能性があります。OK です。今夜が山場かもしれませんね。ということで、とりあえずビットコインは今のままね、まだ握ってらっしゃる方であれば、もう全然売る場所ではありませんので、静観していきましょうかということですね。はい。そして次いきますよ。サクサクっといきます。はい。イーサリアムでございます。イーサリアムがですね、ただいまの金額、2062ドルでございますね。2063ドルですね。はい。金額22万8000円、9000円ぐらいでしょうか。23万円いかないぐらいですかね。を推移していると。うん。で、もうね、これ午前中も言いましたけれども、まあ、もしかしたらね、初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。はい。今ね、1時間足レベルでいくと、もう結構長い時間、どれぐらいですか、5、6時間ですかね、ずっと陽線をつけて上にググッと上がっていきたいと。うん。とにかく、こちらのね、オレンジのラインというのは、この直近最高値ではなくて、何べんも言いますよ、この1個前の高値でございます。はい、1個前の高値ですね。ですから、まあ、ここはね、意識されていくでしょうと、いうことで、一応、ラインを追加させていただきましたと。うん。まあまあ、前からね、追加しているんですけども、最近聞かれた方であれば、あ、そういうラインなんだなとね、認識していただければ結構でございます。そして今ですね、とにかく、こちらでございます。日数的に言うとどれぐらいでしょうか、まあ一週間ぐらいあたり、一週間ぐらいですかね。はいはいはい。そこからね、ずっとこうサポートが効いているような短期のね、サポートラインが、この、いわゆる上昇チャンネルの中で引けているという状態ですので、とにかくここね、もう今、下支えとしながらぐんぐんと上がっていってる様子が見受けられるでしょうと。うん。今後もね、まあ見受けられるのかなと。ビットコインがね、うん、こう、いい形で、上昇に転じてくれれば、もうイーサリアムもね、ちょっとこう時間差的な形にはなると思うんですけれども、ぐっとね、上に行って、うん、とにかく2600から2700ドルを、まあある程度ね、一旦の一服の上限値として、まあまあ、うん、ここから抑えられていくのかなという形がするでしょうと。うん。ですから、もしね、まだ入られてらっしゃらない方であれば、とにかくまだですね、いいですか、ビッグニュースっていうのが、イーサリアム、とにかく何遍も言いますよ。4月の半ば頃に、大型アップデートのベルリンが、行われますから。OK ですね。そこに向けて、やっぱりね、こう、ぐんぐん上がっていくのかなと。で、もしね、こう、まあ、いわゆるね、こう、短期筋での、ね、こう、一気に売りが入ってからの、ビョーンみたいなね、やっぱりなるべくほら、安くで買いたい、大口の方とかもいますから、性格が悪い奴がいるんですよ、大口もね。性格悪い人たちが、はい。全員とは言いませんけど、偏見すぎました。でもね、やっぱり、仮想通貨の、ありえないぐらいの下落とかね、ありえないぐらいの上昇とか、もう、今はね、機関投資家の方たちが入ってきてるので、結構安定はしてきましたけど、3、4年ぐらい前はもうね、もう、
あの大口様たちの遊びみたいになってましたからね。もうなんでこんなとこで下落すんのみたいな。うん。で、まあね、そういった方々がもしかしたらいるかもしれませんので、うん。まあ直近のね、ちょっと下落、まあ1000ドル幅ぐらいですか。まあ落ちてきても、まあ別の大口の方が買い支えしてくれるでしょうと。あとは個人のね、投資家の方たちも協力してね、買い支えしてくれるでしょうから、もし割れたらとにかく1900ドル付近を水平ラインの押し目ポイントとして購入しましょうと。うん。これがね、大型アップデート前、要するに4月の半ば前だったら、本当にチャンスな下落に逆になりますよ。はい。押し目買いのビッグチャンス下落になりますので、うん、そこは捉えておいていいのかなと、うん、であとはやっぱりこのままねサポートされて上がっていくようであればとにかく今からね、500から600ドルぐらいの要するに利益は取れる形になります。1枚あたりですね、うん、ですから結構ねいい幅で取れると思いますので、まあお小遣い稼ぎねしたい方であれば、うん、ある程度ねこう FX とかで、ロンが入っていただいてもいいのかなという形はしておりますね。はい。でまあちょうどね今そうですね2064ドル、もうちょうどこう前回高値あたりですかのライン上に引っかかってきましたので、抜けてくれればこうぐんともう一段高いところでの話が始まりそうですね。はい、始まってくれよということで早めに配信していきます。はい、とにかくイーサリアムもねまあ安心していただいて結構でしょうということですね。で行きますよ、問題の立法でございます。すいません、はい、ね、わかりますよね、すいませんって言った理由。あのね、私の今日の午前中の配信をすぐ終わった後の5分ぐらい後に視聴者様から、お前このタイミングでお前リプル扱わねえのお前草だろみたいな、お前ありえねえぞみたいな感じでコメントいただいたんです。すいません本当に、まさか私もね配信というかこう収録途中でいきなりぶち上げるなんて思いませんから、なんてタイミング悪いやつなんだと。はい、本当気に食わなかった方もうバットボタンで全然 OK ですのでしてください。本当にね、でその後すぐに気づいて流しました。おそらく流したポイントがですね、私あちらもやってます、ツイッターもね、やらさせていただいておりますので、まあ、まだまだ新米ツイッターなんで、ツイッターをね、やってる、やつなんですけれども、フォローしていただければね、最新のある程度、こう、画像での、情報をお伝えしますので、動画だとね、なかなかすぐ作るの難しいですので、画像でね、今のむちゃんすよみたいな、今逃げた方がいいよみたいなね、こういったのをお伝えしておりますので、ぜひともね、あちら、概要欄に貼ってますから、アカウント名、アットマーク、ビットオーマン TV で探していただければ見つかると思います。はい。で、その時に申し訳ございませんね。朝方でございますよ。ちょっと1時間ショートにしましょうか。もうこれね、本当にびっくりした。って、はい、いきなり上がるんじゃねえよお前みたいな、はい、この辺りですね、ちょうどそうですね、収録が11時ぐらいだったので、もうちょうどこのラインここです、ここです、ここでラインで収録してた途中で、多分私が話してる途中で多分上がっていったと思います。でこの時にね、うん、この部分ですよ、この部分ではあまりね FX ちょっと入らない方がいいよって言ったんですよ。やっぱり日足レベルでの三角持ち合いの上限値をね下割れしそうだったんでしたんですけど、長期の移動平均線がちょうど支えになって支えて上に上がりましたね。よかったです。はい。お前あの時買えばよかったね。まあそうですよね、すいませんね。やっぱりビットコインがちょっと弱含みなね割れそうな雰囲気だったので、ワンチャンこれ落ちるかなと思って一応推奨はしませんでした、このラインでは。うん。ですけど今であれば、まあ今ねもうちょっと落ちてきてほしいんですけど 0.68 ドル、うん、ここはとにかく直近でね実は意識されていたラインでございます。はい、ちょっとこっち戻っていきましょうかね。ちょっと見ましょうかね。わかんないと思いますので。はい、こちらですね。左側に戻りますよ。申し訳ございません。はい、ずん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 いきます。はい、ここでございますね。日にち的に言うとですね、12月の1日ですから、年が明けるちょっと前ぐらいの、いわゆる、わかります？落ちてきてね、まあ、ビヨーンってリバウンドしましたと。で、その時の天井となっております。で、ここもね、ちょっと髭足らないんですけど、ある程度 0.68 付近が意識されるでしょうということで引いていたんですよ。ですから、ある程度意識されてましたね、やっぱりね。ちょっと、今の時代に戻ります。すいません。はい、こちらでございます。そうですね。三角持ち合い上抜けした後に、まあ、一回ね、こう、弱吹き気味になって、そこからもう一回持ち上がってと。まあ、4時間足レベルで言うと、短期の移動平均線ですね。1時間足レベルで行くと、そうでございますね。まあ、そうですね。長期の移動平均線が、まあ、支えになって上に上がっていったと。うん。いうことで、ここをね、抜けた後に、ちょっと1時間足落としますよ。申し訳ございませんね。はい、こちらです。0.68 ドルを抜けた後にね、やっぱりこうちょっと抑えられたんですけど、ここ、サポートラインとしてね、ある程度機能してきておりますよね。そして、中期の移動平均線も超、ごめんなさい、短期ですね。短期の移動平均線も、ちょうどね、これいい形で上抜けしておりますので、今はとにかくロングチャンスです。ロングチャンスでございます。FX は。はい。割れて、黄色いラインぐらいですね、サポートになる可能性がありますので、中期の移動平均線割れたら、まあ、損切りでもいいのかなと。ですけど、今回は、やっぱりね、この、三角持ち合いの上限値が次もう一回ね、サポートとなって機能して、もう一回、そこをね、ちゃんと固めた後に上のもう一回上昇がある可能性がありますので、割れてしまっても、ここを三角持ち合いの、こちらですね、レジスタンスラインを明確に割れるまでは持っていってもいいかもしれません。1時間足レベルでも、わかります？長期、中期、
短期の移動平均線がすべてね、上向きになっておりますので、もうほぼほぼパーフェクトオーダー状態でございます。はい。で、そうですね。うん。短期の移動平均線が、こちらですね。中期の移動平均線を下から上に突き上げてゴールデンクロス。ちょっと1時間足も見てみましょうか。そうですね。1時間足レベルであればゴールデンクロスはもう起こした後だったんですけども、今ね、すべていい形で上向きに向いておりますので、今はとにかくロングチャンスだよと。目標値言っときますよ。目標値は、いいですか？直近最高値のもう一回1日足戻しますね。ちょっと縮小しますよ。最高値の 0.78 ドル。まあ、0.8 ドル付近でしょうか。ここを明確に抜けたら、基本的には1ドル。はい。ここを抜けて、てか狙ってね、ムーンが起こる可能性がありますね。この通貨に関しては。ですから今ビッグチャンスだと、とにかく何としてでも、今のね、この 0.68 ドルからの支えからの 0.8 を抜けてほしいと。で、何遍も言いますよ。切るのであれば、ロング入っていただいて、切るのであれば、とにかくここですね。うん。0.6 ドルを下割れしたら逃げていただいていいのかなと。下割れしたら逃げていいのかなっていう形がしてあります。ですから、こう、リバウンドするね、する可能性があります。そこまでは見ておくのがベストかなと思います。ですけどね、今の基調的には結構強いので、持ちこたえてね、上に上がってくれそうな雰囲気もちょっとしておりますよということですね。はい。申し訳ございません。またね、これね、私が配信するときに変な動きしないでくれよと。そのままとりあえずまだ止まっていてくれよということで、次のステラサクサクいきますよ。すいませんね、いきます、いきます。はい、ステラ来ましたよ皆さん。ステラもあちらです。ど忘れしました。あちらです。ツイッターですね。ツイッターで流させていただきました。やっぱりね、上げの基調の時はもう調子がいいんですよ。私の口がポン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 回ってきておりますよ。わかります？私の脳みそよりも先に言葉が出ちゃってるみたいな。わかります？考えるよりも出ちゃってる。わかります？そういう状態になっております。はい。いきますね、いきますね。今ね、0.77 ドル。こちらね、ツイッターでお伝えしたのがおそらく 0.477 ドルですね。お伝えしたのがおそらく 0.46 ぐらいだったと思うんですよ。ここら辺付近でしたかね、おそらく。うん。上昇始まりそうだよと。ゴールデンクロスがね、これ起こってるんですよ。ちょっと短いんですけど、短期の移動平均線が中期をね、上抜けして、そしてほら、リップルとやっぱりね、兄弟分なので、これ来るん、ちょっと、ぶち上げそうだなと思って、ツイッターの方で流させていただきました。うん。一旦の目標値は 0.52 ドル付近。そうですね、0.53 ぐらいで頭を押さえつけられるでしょうと。ですから、0.52 ドル付近ですね。その、ちょっと下あたりで。もしね、FX 入った方であれば、うん、半利確ぐらい。まあ、もしくはね、もうもう超短期で考えているのであれば、もう全利確していただいてもいいのかなと。1枚あたりね、7、8円ぐらいですか。ただいまの価格が、すいません、リップルは 0.7 ドルで78円ぐらいです。ステラがね、0.47 ドルぐらいなので、52点ちょっとぐらいですかね。うん。ですから、0.53 ドルであれば、どれぐらいでしょうか。まあ、60円近くですかね。58、9円ぐらいになると思うんですけども、まあ、60円ぐらいをね、目標にしていくのかなと。ですから、1枚あたり、先ほども申し上げました通り、それもね、6、7円の、うん、利幅が取れるんじゃないのかなということで、差し掛かったらね、ある程度利確を考えていくのがいいのかなと。ここはね、やっぱり一回ぶち上げた後の、次のレジスタンスとして効いておりますから、ここを起点にガラッとね、落ちてきてますので、やっぱりここは、なんだかんだ1、2回はね、こう意識されて戻されるのかなという様相が見受けられるでしょうから、うん、そこをね、目標値に行ってみましょうかと。今ですね、ちょっとね、ここで抑えられてますね。ちょっと拡大しましょうか。そうですね。やっぱりね、何回かここね、上抜けようとしたんですけど、抑えられてガラッと落ちてきたので、とにかくここ、今 0.474 ドルぐらいですので、52、3円ですか。ここ抜けたら、もう行くんじゃないのかなとね。この 0.53 ドルぐらいまで、だいたい60円ぐらいですか。そこまで狙っていくのが調子がよろしくなるのではないのかなとね。これ、まあ、とにかくちょっと焼肉代ぐらいをね、稼ぐような通貨として抑えておいてもいいでしょうと。うん。で、もしね、こう下落してくる、最悪な状況はここですね、とにかく。はい。0.43 ドル付近でございましょうか。ですから、今からね、あまりそこまでほら、幅がないので、危険なこういうのはトレードじゃないですね、FX だっても。0.43 ドルを割れたら、まあ、逃げていただいてもいいのかなと。逃げていただいてもね。やっぱりここ見ていただいたら分かるように、レジスタンスとして何回も効いておりますので、ここが次のサポートラインとなるでしょうと。で、もうちょっとね、ヒゲまで加味すると、ちょっと下なんですけど、0.4 ドルぐらいですか？ここぐらいまでは、まあ、見ておいてもいいのかなという感じはしております。はいはいはい。よろしいでしょうか。はい。とりあえず、ステラはね、もうちょっと様子見ていきましょうということで、ちょっと1時間足見てみましょうかね。はい。出来高もね、いい形で入っておりますので、今からぐんぐんぐんとね、上に来てほしいかなと。うん、ちょっと下がるのであればいいです。もうちょっといきますよ。この短期の移動平均線にタッチするぐらいまでね、ポンとね、押し目をちょっと作ってからのポンっていう上昇がある可能性がありますので、ちょうどね、申し訳ございませんね、トレンドラインも引いたらね、そこぐらいに、まあ、かなり短いんですけど、うん、こういう状態になるでしょうと。やっぱり短期の移動平均線が被ってる状態ですので、ここを押し目買いのポイントとして、パンとね、行く可能性がございますので、とにかく、ステラは、ね、ツイッター流した後にすぐ入られた方であれば、ちょっとこう、いい感じの入りだったんじゃないのかな、という形がしております。はい、次行ってみます。早くしないとですね、いきなりぶち上げる可能性がありますので、はい、私ね、相当まずくりだなと。すいませんね、本当にタイミング悪すぎ
りました。今日の配信はですね。はい、次行ってみます。次ですね。IOST でございます。IOST なんですけれども、まだね、今ビットコインとかイーサリアムとかがちょっとね、上昇基調になりかけているんですけれども、まだ全然反応がないと。うん。で、基本的には、ちょっとごめんなさいね。うよいよ動かしてしまって。ちょっと冷やしまず見てみましょうか。はい。冷やしなんですけれども、やっぱりね、こう、長期の、サポートラインがバッチンバッチン効いている状態で、ここでとにかくサポートされていると。そして水平ラインの、このレジスタンスラインだったんですよ。ここもともとですね。ここも、重なった状態で意識されておりますので、結構下ね、ここは硬いのかなと、0.05 ドル付近っていうのはやっぱり硬いのかなと思います。うん。で、上にはとにかく高値を結んだね、このライン。0.6、どれですか ?0.、まあ、65ドル。まあ、そうですね。0.63、0.5、0.063 ドルぐらい。日本円で言うと、7円から 7.5 円ぐらいですか?そこら辺を、いわゆる上昇であれば、向かっていくのかなと。うん。ですから、ちょっとね、高値は切り下がっていて、安値はまあ切り上がりなので、三角持ち合い的なね、こう形状を作っていく可能性もあります。抜けたらとにかく、0.08 ドル、日本円で言うと9円から 9.5 円ぐらいを目指すような形になるのかなと。ですから、抜けた直後のね、ちょっと押されると思います。押し目を作って上狙っていくのもいいのかなと思いますし、もうちょっとね、安牌切りたいのであれば、まあ、結構高い金額なんですけど、うん、0.08 ドルぐらい、先ほど言いましたように9円から 9.5 円ぐらい抜けて、押し目作りますから、おそらく、ちょっと上でね、利確するような方たちの利確、まあ、いわゆるね、利確が入って下がってきてからの次の上昇が、もうとにかく次の上昇、ここを抜けた後の上昇は、史上最高値の14円、を狙っていくでしょうと。もうそこ超えたらね、本当に結構青天井な状態になるのかなと。うん、40円50円ね、もしかしたらニュースのレベルによってはある可能性がね、今年ありますので、うん、やっぱり今ね、一桁円台で買えるっていう、このメリットですよ。0.051 ドルですから、5.7 円ぐらいですか?うん、一桁円台で買えるメリットっていうのは相当でかいですから、やっぱり。うん、上昇率もね、やっぱり高いんですよ。金額が安いので、みんな買いやすいですから、ブワーッと入ってくるんです。したら、一気にガーってもう上がり出したら、もうね、一気にバーンっていきますから、こういうのはね、とにかく今は、買いの推奨場所でありますよ、ということで捉えておいてください。今、サポートライン上ですから、IOST、現物買いの大チャンス。はい、次行ってみたいと思います。エンジンコインでございますね。エンジンコインでございます。どこにありますか？エンジンコイン、エンジンコイン。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。ですね。ありました。すいません。ありました。エンジンコインなんですけれども。はい、行きます。先ほどね、ちょっとね、三角持ち合い、上抜けした状態でございました。うん。髭でね、ちょっとつけて押し戻されてる状態で、ね、ちょっともうちょっと頑張って抜けてほしいかなと。ちょっと抜けてほしいですね。うん。押されてる状態なので、ここですね、もし、もうちょっとね、上に上がってくれると、1時間足レベルなんですけれども、いいですか?ゴールデンクロスをね、起こしていくでしょうと。短期の移動平均線が、長期をね、下から上にバーンとブレイクしてから、もうちょっと強い上昇が待ってるのかなと思いますので、もしね、ここ抜けた直後に買われた方であれば、いいですか?買われた方であれば、もうちょっと反発して、持ちこたえてくれるかもしれません。ですから、ちょっと待っていていいかもしれないですね。はい。今、上昇基調になりかけておるので。で、なんか、アップグレードのね、話がちょっとあったんですよ。アメリカ、時間ですかね、火曜日って書いてあったので、日本時間で言うと水曜日あたりですかね、に、なんかこう、大型の、アップグレードですね。ちょっとエンジンコインの、がありました。で、まぁ、ちょっとね、まだ先の話になるんですけど、現物買いをしている方は聞いておいてください。エンジンコイン、ちょっと後で見せますね。一回流したんですけれども、このチャンネルニュースでちょっと見せますね。そこでまぁ、お伝えしましょうかね。すいません。で、もし、逃げるのであれば、このね、移動平均線をもう全部割った後は、下まで、うん。今これ三角持ち合いをね、形成している状態なんですよ。すいません。ツイッターの方でもね、流させていただいたんですけども、三角持ち合いを形成していてからの上抜けだったので、結構ね、強い上昇が待ってるのかなと。で、もし先ほど見せました、うん、移動平均線ね、まあこれ4時間足レベルですけど、やっぱりこう、割れてしまうと、この下限値まで行く可能性がありますので、ちょっとね、あまり損をしたくないなーという方であれば、ちょっと逃げていただいて、もうちょっとヒゲで反発してから、こう、上にね、こう抜けていく可能性がございますので、三角持ち合いはですね、やっぱりこう、一回抜けると、ちょっとだけ上値軽くなって、やっぱりこう、戻ってくることもあるんですよ、結構ね。いいです。ちょっとここ反発されてるんですけど、戻ってくることも多々ありますから、ちょっと待っときましょうかっていう形でございますね。はい、ちょっと頑張ってくれと、いう形でございます。うん。で、まあ、長期目線で見ると、とにかくエンジンコインはね、買い通貨の候補として押さえておいていいでしょう。まだ購入されてらっしゃらない方は、もうちょっとね、待っていただいてもいいのかなと。ここでの攻防がどうなるのかを、うん、見ていくのがいいのかなと思いますね。ちょっと1時間足、もう一回だけ見てみましょうか。そうですね。はい。1時間足レベルで、ここのね、密集しているライン。ここを抜けたら、まあ、ここね、ここで逃げられた方は、まあ、逃げていただいていいのかなと。ちょっと値段のね、幅は少ないんですけれども、ここ逃げていただいていいのかなと。うん。で、ここのもう一回下限値にね、タッチしてきて、まあまあもう一回ロングインするでもいいですし、もう一回明確に抜けた後にね、抜けた後に、ちょっとここ、このラインでサポートされたのを確認してからも、ちょっともう一回ガガッと入った方がいいかもしれないなという形ですね。そういう形でエンジンコインは見ていきましょうかということでございます。戻ってくるなということでございますね。申し訳ございません。はーい、次行ってみたいと思います。最後ですね、チャート分析。オーキッドちょっと行ってみましょうか。オーキッドですね。久々に見ますね。これね、通貨紹介はしたんですけれども、オーキッド行ってみたいと思います。はい。ただいまの価格ね。なんでこれ見したのと、いうことなんですけれども、
またこいつ始まるよと。え、あのね、オーキッド、あれです、私のチャンネルの方の再生リストの方にですね、新通貨ご紹介の方で、OXT、オーキッド取り扱ってますので、どういう通貨かね、気になる方であれば、こちらちょっと聞いていただいてね、あちらでございます。バイナンスでね、取り扱いしておりますので、アカウント、持ってらっしゃる方であれば、興味があればね、購入してみるのをおすすめいたします。もしね、作られてらっしゃらない方がいれば、概要欄の方に貼っておきますので、そちらをご活用してみてください。結構ね、今から上がりそうな草コインとか、やっぱり多いですから、海外の取引所っていうのはですね。ですから、特に入られた方はですね、持ってない場合が多いと思いますので、そこはね、海外取引所1個ぐらい持っておくのはいいのかなという様相はしておりますよ、と。で、あと登録の仕方とかは、初めての方へって、再生リストの方に初めての方へっていうところの中に、入っております。バイナンスの登録の仕方、スマホでできるみたいな形でですね、こちらを参照してみてください。はい、すいません。で、今オーキッドなんですけども、いいですか？私がね、こちら、3月の24日ここあたりで、放送しました。だから 0.65 ドルぐらいですか？でお伝えをして、今ね、もう1枚あたりやばいですね。 0.95 ドル付近を推移している、1枚あたりだいたいね、30円ぐらいの利幅は取れたのかなと思います。よかったですねってね、いいところで放送ができました。ここら辺付近で言っておりましたので、この点線ラインでございますね。何遍も見せますよ、こいつマジしつけえなと。すいませんね、やっぱりこういうのが楽しいじゃないですかね。紹介した通貨がぐんと上がっていくと、よかったなと思うんですよ。で、いきますよ。ちょっと注意点言いますね。今回のやっぱりね、上昇幅、どうなのかと、フィボナッチエクステンション的に考えると、やっぱりね、 1.618 が1ドル 1.06 ドル付近ですので、やっぱりそこら辺でね、ちょっとやっぱ抑えられちゃったかなという形がしております。ですから一旦ね、ちょっとね、下落して調整がちょっと入る可能性がありますので、よろしいですか。下落して調整が入る可能性があります。その際はやっぱりね、ちょっとそうですね、このね、短期の移動平均線ぐらいまで、ちょっとこうガリッとね、落ちてくる可能性がありますので、OK ですか？そこはちょっと注意しておきましょう。一気にね、買いが入ってきましたね、これはね。そうですね、結構ね、ぶち上げたので、ちょっとこう、一旦の下落には注意しておきましょうかと。ちょっともう一回1時間して戻しますね。そうですね。金額的に言うと、ここら辺付近です。はい。0.87 ドルぐらいでしょうか？そこら辺をね、一旦のこう、押し目として、もう一回チャートを作っていく可能性がありますので、そこは注意しておいてくださいと。もしこれを割れたら、まあ逃げていただくのがいいのかなとね。もうちょっとこう、大幅な下落がガリッと来る可能性がありますので。ですけど、まだね、ちょっと静観でいいでしょうと。1ドルぐらいまでをちょっととりあえず目指していくのかな。1.6、ごめんなさいね。もうちょっともう一回見てみましょうか。はい。まあ、あまりね、1.618 ラインがやっぱりここですので、そろそろね、利確も考えていいのかなというふうにこれは思っております。もうちょっと長期目線で見るために買ったのであれば、全然まだ握っておいてもいいですし、短期目線で見ていただいたので、見てね、買われたのであれば、そろそろ半利確ぐらい。まあ、もしくはね、もうお小遣い稼ぎで結構1枚あたり、先ほども言いましたように30円ぐらい取れてると思いますので、もう全利確ぐらいしていただいてもね、いいのかなと。で、落ちてきての、また次の押し目でトライしていくみたいなね、形で、ぐん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 っていう形ですね。これを狙っていくのが、調子がよろしくなるのかなという形がしております。また自慢が始まってしまいました。申し訳ございません。はい。それでは本日のね、チャート分析は、テカテカーと言ってみましたと。ちょっと一回もう一回上から下まで流してみましょう。なんかね、大きな動きがありそうな通貨ないですかね。大丈夫ですか。ちょっとそこだけ確認しておきましょうか。大丈夫そうですね。いきなりね、わけわからん上げが出てきたので、ちょっとドキッとしたんでございますよ。はいはいはい、大丈夫でございましょうか。はい、それではですね、次行ってみたいと思います。ニュースでございますね。まず、いいですか、エンジンコイン。こちら、この中では載ってないんですけども、火曜日あたりにね、アップグレードがある、っていうことで、まあ、あまりね、ニュースに上がっておりませんでした。ですから、そこも、上昇要因の一つとして、まあ、いわゆる捉えられたのかな、と、今日の。で、やっぱりメインはこちらでしょうね。これ、ちょっと2回目のニュースになります。4月1日の午前の放送でおそらくお伝えしております。4月1日の放送です。上から下にね、ちょっと簡単に流していきますよ。エンジンがですね、いわゆるこう、新しいね、こう、プラットフォームでしょうか。まあ、こちら NFT ブロックチェーン、エフィニティ開発の推進を目的としたプライベートセールをこれ実施して、いたんですよ。ポルカドットを用いた、NFT ブロックチェーンですね。で、このエフィニティが、いわゆるこう、申し訳ございませんね。あ、書いてありますね。ここですね。21年以内のローンチを予定していると。で、これ真っ赤、上から下に。とにかく、詳しいね、説明に関しては、あちらでございますよ。4月1日の、午前の放送、もしくは午前だったと思います。そちらの方で取り上げておりますので、気になる方はね、見てみてくださいと。で、まあ、こちらですね、エフィニティトークンっていうのが新しく発行されるんですよ。ですから、今年、まだね、エンジンコインニュースがバンバン入ってくるでしょうと、このエフィニティに関する。ですから、ある程度ね、中長期目線での、今保有場所としては全然申し分ありませんので、ちょっとね、一回ね、三角持ちは下抜けしたので、まだ全然抜けた後の大きな上昇、3ドル超えたら、まあ、4ドルから 4.5 ドルぐらい目指していくでしょうということで、購入のね、候補の通貨として上げておいてもいいでしょうということでございます。今ね、上から下まで
流しましたので、うん、ちょっとねここ読みたい方はぜひ読んでみてください。はい、次行ってみたいと思います。はい、ニュースというかね、最後はやっぱりちょっと景気よく行きましょうよ。景気よく、はい、行きますよ。こちらね、ちょっとまあ面白いというか億万長者になった方の話でございますね。はい、行きます。まず、こちらダニエルさんという方がね、ちょっとこう億万長者に なったんだよと、最近というかちょっと前ですね。うん、申し訳ございませんね。ちょっと一回こちら、はい、行きますね。ちょっと時間が、あ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。何ですかこのイケメンの。なんで君はパイナップルを持っているみたいなね。多分突っ込むと思うんですよ。そこパイナップルじゃねえだろみたいなね。はい、申し訳ございません。行ってみたいと思います。この方、ダニエルさんという方でございますね。パイナップル男ですね。パイナップルでございますよ。はい。行きます。ダニエルさんでございますね。で、この方、いいですか？うん。もともとですね、苦労人なんでございますよ。貧乏であったと。うん。まずね、情報として、この方、まあまあ、億万長者なんですけども、まあ最近のね、この方、動向としましては、まあ書いてある順にね、ちょっと言いますよ。1200万ドルの NFT に投資をしたと、このまあまあ、有名な方なんでしょう、この億万長者の方。そして、その1200万ドルを NFT に投資をして、クリプトパンクかなんかですかね。あちらの方で、いわゆるこう、買ったと NFT を。で、それをね、420万ドルのオファーを蹴ったよーっていう、これでこう、ちょっとニュースに上がっておりました。で、この方どういった方なのかとね、言いますと、ここに書いてあるんですよ。まあ、皆様に希望を与えるっていうのはこういうところ、ここですかね。いきますよ。この方、もともと苦労人であったと。貧乏な心理学をね、学んでいる学生であったと。そして、まあ、いわゆるね、ガソリンスタンドで働いていたらしいんですよ。ガソリンスタンドで働く心理学を学ぶ学生だった。そして、いいですか？ここですよ。2013年にですね、BBC の記事。この BBC がですね、いわゆるこのビットコインに関して、要するに暗号資産に関して、まあ、特集をね、したらしいんでございます。で、その BBC の記事を見て、この方、人生がまあ、一変しちゃったと。うん、何か。この記事を読んで、この方、これチャンスなんじゃね？みたいな。思ったらしいんですよ。で、ここからね、自分で、まあ、一生懸命調べて、その暗号通貨とは何かね、ビットコインとは何かっていうのを調べて、この時ですよ。いいですか？2013年、ビットコイン150ドルだったんですよ。そこに対して、自分が今持っている全財産4000ドル。これをすべてフルぶち込みするというね。ちょっとお前すげえな、みたいな。はい。もう来ると確信したんでしょうね。つまり今皆様と同じ状況でございますよ。ある意味でございますね。で、まだここまではいいんですよ。そこから、この方のすごいとこはこれでしょうね。はい。やっぱり2013年って、一回ちょっとね、こう、ビットコインが上がったので、皆さんやっぱりね、売ったんですよ。このビットコインっていうの。で、売っていったら、で、この方は売らずに何をしたか。これしました。これしました。リッポーですね。はい。この時、リップル、いいですか？ 0.005 ドルだったんですよ。0.005 ドルですよ、皆さん。ですから、どれぐらいですか？ウィンとか、あそこら辺の金額と同じぐらいなんです。ちょっと見てみます？ 0.005 ドルですから、今、ウィンがですね、0.002 ドルぐらいですね。あとは、どうですかね、ホットはホットはそうですね、まあ、3、4円ぐらいなので、そうですね、ウィンぐらい、ウィンクぐらい。ウィンクよりも、ちょっとね、高いぐらいの金額で、この方、リップルを、2013年の、そのね、ビットコインで稼いだ利益、それをリップルに、もうほぼほぼすべてまたぶち込んだということでございましょうか。うん。そこから、いつか、2017年のバブルありましたよね。うわーっと上がっていったと。あそこでとにかくリップルで、うわーいという、このイケメンでございます。はい。お前はボートに乗って、うん、ね、みたいな。誰に取ってもらったみたいなね。かっこつけすぎだろっていう話で。この方がとにかく億万長者になったと。で、私ね、別にこの方の回し者ではございません。違います。この方を有名にしようと思って、ここで取り上げたんじゃないんですよ。すげえだろ、0.005 ドルで、私、っていうかこの方、リップル買ったんだぞ。それを伝えたいんじゃないんですよ。本当は。いいですか？こっからです。言いたいのは、いいです。この方も、やっぱりね、リップルというものに、いわゆる先行投資してるんですよ。そうですよね。うん。そこに希望を見出して、価値を見出して、ブリッジ通貨来るだろうと。とにかく暗号通貨来るだろう。というね。これを見出して、この金額の時にぶち込んでいると。うん。で、皆さんもね、先ほど申し上げました通り、例えばウィンクとか、ね、あれもまだ、0.002 ドルぐらいでしょうか。0.002 ドルぐらいですよ。うん。ですから、まだね、1円にも、まあ、足していないということで、いいですか。他の通貨もそうですよ。うん。あとはね、ホットとかもありますし、他にね、私が取り上げた通貨の中でも、いろいろね、こう、今から上がりそうなものがいっぱいあるんですよ、実際。1ドルとかいうのもありますよね。マナとかも今1ドルあたりですし、エンジンも先ほど取り上げたように、まあ、250、60円。まだ全然、今から、いいですか？この2017年よりも、人はどんどん今入ってきてますからね。OK です。ですから、とにかく先行投資として今皆さんされてます。この方みたいに、いいです。5、6年後、クルーザーに乗ってる可能性もありますからね。その時はぜひともいいですか？写真を撮って、私のツイッターの方にください。それ、流します。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、こういった形で、先々にですね、投資をしている方のメリットでしょう。この方もまさか、ね、まさか2013年に、ガソリンスタンドで働いていた貧乏な自分が、
まさか7、8年後にこんなボートに乗って、これ後ろどこですかと、モナコですかそこみたいなね、モナコじゃないですね、あまりにも山がちょっと激しすぎますか、これ違いますよね、どこなんだろうと、どこで撮ってるの君みたいなね、こういう状態になること想像してなかったと思いますよ。ですから皆さんもいいですか、10年ぐらい先はどうなってるか本当にわかりませんので、今から楽しみなね相場が来ますから、なるべくならガチホでお願いいたしますよ。はい、それでは本日第2部の配信を終了させていただきたいと思います。そしてチャンネル登録者の方がですね、なんといきますよ皆様、いきます、571名でございます。ありがとうございます。本当に皆様ありがとうございます。午前中から考えるとですね、7名の方が、564名でしたので、7名の方がね、登録をしてくださいました。もう私ですね、最近ですね、私の話になって申し訳ないんですけども、もう夢にまでですね、もう YouTube のことがいろいろ出てきましてですね、もう頭の中も生活スタイルが全て YouTube、 まあ、っていうか YouTube というか、もうこんなにね相場のことを考えたことはもうないですね、やっぱり YouTube を始めて。今まではね、自分のことばっかり、あとはね周りの友達に関してこう、友達にね、こういろいろアドバイスするぐらいだったので、これをとにかく YouTube というね、こうね、大きな市場の中でこう発信していこうと、それを考えるとですね、もう下手は打てねえぞと、しかも正確な絶対に稼げるという自信を持って私お伝えしておりますので、ですか、もう頭の中も全て、生活スタイルが相場、はい、 YouTube 一色になっております。はい、で夢で見ましたから、これ本当に私10万人突破する本当に夢見ちゃったんですよ。これ特に昨日一昨日ぐらいですか、10万人行くぞって言ったからでしょうかね。ですからいいですか、もう必ず行きますから、もうまさ夢になりますよこれは。今後ともですね、皆様、高評価、バットボタンでも OK でございます。あとはね、コメント、これ本当に嬉しいですから、もう喋る糧になりますよ、私が。ボン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 いきますよ。もう、口から口が生まれるんじゃねえかレベルで喋れますからね。わかります？今の。まあ、いわゆるエイリアンみたいな感じでございますね。口から口がボーン出てくるみたいな。それぐらいね、もう今、口が先に走っちゃってるんですよ。よろしくお願いしますよ。で、あとはですね、やっぱりチャンネル登録の方ですね、こちらの方、ぜひとも最後まで聞かれた、初めて聞かれた方、よろしくお願いいたします。もう私、一つでいきますので、よろしくお願いいたします。はい。それではね、また長ったらしくなってしまいました。はい、朝食ここら辺でね、切りよく終わっていきましょうかということで、第2部の配信を終了させていただきたいと思います。それでは、おやすみなさい。